オーダーしたバイメシ定食が来ました。これがバイメシです。動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する着物男子馬王真です。この動画面白いと思っていただけたらコメント高評価チャンネル登録お願いします。さて新潟富山旅行後半戦、現在富山県の魚津市です。前の動画では本当に幸運なことに蜃気楼を見ることができました。見てください、魚津といえば海、山、川全て循環して完結しているということで、向こう側に見えるのが立山連峰です。ずーっと続いてます。そして北洋漁業の中心地ということで栄えてきたこの富山県魚津市、今度は魚津の海の幸について動画を撮りたいなと思ってカメラを回しています。でランチだけなんですけども、とっても美味しい食堂があるということなので、ぜひそちらを皆さんにご紹介したいなと思います。というわけで今回の旅も始めていきましょう。蜃気楼を見たさにちょっと見落としてたんですけど、やっぱり海の町、漁に出て遭難してそのまま帰ってこなかった漁師さんたちいるんですよね。そのための記念碑がここに立ってます。せめて向こう側の立山連峰が癒しになってくれればいいんですが。お、早速見えてきました。では本日ご紹介する食堂こちらです。魚津丸食堂さん。魚津といえばバイメシ有名なので、そのバイメシ定食いただきたいなと思います。行ってみましょう。右手が魚津丸食堂にも看板。それでは早速店内に入ってみたいと思います。魚津丸食堂さん、ちょっと急な階段の先にあるみたいです。今月の休業案内はこんな感じになっています。漁協そばの魚津漁協直営食堂魚津丸食堂。あ、イルカのなんとか可愛らしい。スリッパに履き替えてくださいということなので、スリッパに変えます。ここにスリッパが。まずは草履を脱ぎます。草履をしまいました。スリッパを履きました。じゃあ入ります。海が見えるカウンター席に案内していただきました。見てください、窓の向こうから富山湾が一望できます。品書きですがこんな感じになっています。やっぱり今回はこのバイメシ定食じゃないでしょうか。もう注文してしまいました。他にもこんな感じでいろんなメニューがあります。お水が来ておりました。これで口直しを。美味しい。富山はやっぱりすぐ近くに立山連峰があるので水が美味しいですね。オーダーしたバイメシ定食が来ました。見てください、これがバイメシです。そして嬉しいサービスがありました。今日取れたてのホタルイカ、そしてこちらがフライです。何のフライか忘れてしまった、ごめんなさい。これ漁で揚がったものによって変わるみたいです。そしてお味噌汁、お漬物、早速いただいていきましょう。じゃあもう少しこれいただきます。ワイガイが本当にこれコリコリとして本当に食感がいい。つい漬物が欲しくない。お吸い物こんな感じです。いただいてみます。こんな感じでね、白身魚が入ってます。
噌汁という形で完成してるから柔らかくて美味しい。せっかくこうしてソースとフライがあるのでソースをかけていただいてみましょう。ちょっと心配な気持ちが若干ありますけどね、このぐらいで、まあ、この大きなこのフライをいただきます。サクサク、なんか熱々、本当に一番最高のフライですよ。いやー、蒸しが進む。ちょっと取りすぎかもしれない。付け合わせの野菜も一緒に食べちゃいます。海が見えて、蜃気楼も見れて、立山連峰も拝むことができて、本当に幸せな時間を過ごしてます。鯛めしもうまい。ホタルイカいただいてみます。丸ごといきたいですよね。酢味噌がすごくいいアクセントになってる。やっぱりダルイカに酢味噌とワカメは最高の組み合わせだ。美味しいものを食べると本当に幸せ。というわけで魚津丸食堂さんの鯛めし定食をいただきました。魚津丸食堂さん、ごちそうさまでした。今回の動画いかがだったでしょうか。もし面白いと思っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。